安岡沖春とは、日本の政治家、元裁判官、弁護士、衆議院議員、法務大臣、自由民主党憲法改正推進本部長、裁判官卒委員会委員長、裁判官弾劾裁判所裁判長を歴任した。司法の畑を歩き続けてきた、法務属議員で、パチンコ関連の議連の会長を務めるなど、パチンコ業界と、 密接な関係を持っていたことで知られる。現在の東京都千代田区に生まれた。父は衆議院議員の安岡武久。鹿児島大学教育学部付属中学校から転校して千代田区立麹町中学校、東京都立日比谷高等学校を卒業。1964年に中央大学法学部を卒業する。同年10月24歳で司法試験合格。 1967年に、判事法に任官し、鹿児島地方裁判所に裁判官として赴任するが、翌1968年に退官し、弁護士登録。1969年の第32回衆議院議員総選挙で、父、竹久が落選し、引退を決めたため、総選挙に立候補することを決め、中央度の橋本富三郎の秘書の肩書を得る。 1972年の第33回衆議院議員総選挙に、天見軍東区トークから無所属で立候補し、初当選。当選後、自民党に追加公認され、田中派に所属する。1976年に、ロッキード事件で田中角栄が逮捕されると、安岡は弁護士として、田中弁護団の一員に加わった。大平正義内閣の国土政務次官。 鈴木善校内閣の大倉政務次官や衆議院建設委員長などを歴任。1985年、田中派の花井勉強会、創生会に小沢一郎らから勧誘されるが不参加。1987年7月4日、竹下登、金丸新らによる新派閥、形成会が結成され、田中派は竹下派、二階堂グループ、 中立系の三派に分裂する。安岡は残留し、二階堂グループに属した。1990年、第39回衆議院議員総選挙で、無所属の特定医療法人、特集会理事長、徳田虎尾に敗れ、落選。選挙区の旧天見郡トークは、中選挙区制の時代において、唯一の一陸であったが、通称、安典戦争と呼ばれ、 死人が出るとまで言われるほどの汚い選挙戦が行われる場所として知られていた。この時の選挙で、二階堂グループは、所属議員の落選、引退で大きく、議席を減らして消滅。安岡は落選後に田中派の流れを組む、形成会へ移籍し、自民党政治改革本部の顧問として、選挙制度改革に関与することになる。 1993年に行われた第40回衆議院議員総選挙に、天見群島区と統合された旧鹿児島一区から、立候補し、当選、国政に復帰した。当選後は小渕派に所属するが、1994年の羽田勤首相後の主犯指名選挙では、自民党が推す日本社会党委員長の村山、富市ではなく、元首相の回復都市記に投票し、 開府に従い離党。開府を代表とする院内会派、自由改革連合を経て、1994年12月の新進党結成に参加したが、翌1995年に新進党を離党し、自民党に復党する。1998年に山崎派の結成に参加。憲法改正が政治課題として浮上し、衆議院に憲法調査会が設置されると、 安岡は、同調査会の幹事に就任。2000年7月4日に、第2次森内閣にて、第69大法務大臣として初入閣。任期中の2000年11月30日には、警察庁広域重要指定113号事件、などで、計8人を殺害した、死刑囚勝田清田から死刑囚3人の死刑を執行した。 なおその次の死刑執行は2001年12月27日だったため安岡が命じたこの死刑執行は日本における20世紀最後の死刑執行となった加藤の乱では閣僚として身動きの取れない中で自身と当選同期の山崎拓加藤浩一の行動を支持することを模索する加藤らが本会議に出席して 森内閣不信任決議案に賛成した場合、加藤派の運輸大臣、森田はじめと共に、その場で閣僚の辞表を首相の森吉郎に手渡して、不信任決議案に賛成票を投じるため、辞表を胸に忍ばせて、不信任決議案採決に臨んだ。しかし、採決前に加藤らが折れてしまったため、不信任決議案には反対票を投じた。二0一年、第一次。 小泉内閣で自民党国家戦略本部が設置されると同本部事務総長に就任2004年には自民党憲法調査会会長に就任する同年11月憲法改正大綱の原案を党内に提示2005年7月の郵政国会では郵政法案に賛成票を投じ続く9月11日の 第44回衆議院議員総選挙で当選するが、優勢民営化法案の賛否をめぐる、党組織内混乱の責任を取って、同年12月に自民党鹿児島県支部連合会会長職を辞した。2008年8月2日から2008年9月24日に、渡り福田康夫改造内閣にて、第81大法務大臣を務め、2008年9月11日には、 死刑囚3人の死刑を執行した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙には公明党の推薦を受けて立候補したが過去4度退けてきた民主党の川内博史に敗れ比例復活もできずに落選した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で当選、国政へ復帰した。 2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で13選。2016年9月27日、自由民主党憲法改正推進本部長に就任。2017年10月8日、自身の水臓がんが発見されたため、療養生活に入ることを理由に当初予定していた第48回衆議院議員総選挙への立候補を断念することを発表。 長男の安岡博文が後継候補として立候補したが、博文は立憲民主党の川内博史に敗れ落選。政界引退後も憲法改正推進本部の特別顧問として引き続き自民党憲法改正案の策定にあたる。2018年春の叙勲で朝日大受賞を受賞。2019年4月19日18時44分、水臓癌のため、 東京都内の病院で死去。79歳没。死没日をもって肖像くらいに除される。2007年4月1日から2008年3月31日まで、及び2009年4月1日から2009年7月21日まで、裁判官弾劾裁判所裁判長を務めた。2016年10月28日からは裁判官、卒位委員会委員長。二千十四年、 安岡が代表を務める道と鹿児島県第一、選挙区支部が結婚祝い金として、鹿児島市内の男女一組に3万円を支出していた。選挙区内の有権者への寄付を禁じた公職選挙法に抵触する可能性があるとして、支部は6日、安岡市に全額を返還してもらい、政治資金収支報告書を訂正する方針を明らかにした。二千四年五月、 本人自ら自身の年金未納期間を明らかにしている。ありがとうございます。